はい、それでは皆さん準備はよろしいでしょうか。敗者復活2回戦始めたいと思います。いきます。 3,2,1 スタート。始まりました。トラタンさんが1番手1番で1番手でございます。アタローさんのスタートまであと1分ちょっとございます。さあトラタンさんが綺麗に、高く積んでいます。まあ、高くしすぎるとやっぱり怖いのでだいたい真ん中ぐらいまで積んでっていうところでしょうかね。ああちょっと、一つずれてしまった横の位置が穴を開けてしまいましたが、まあまだ全然復活できる。さあいかがでしょうか。アタローさん残り30秒くらいですね。さあ右2列を分けて受けが広い形になっているメソさん、これはまあ問題ないでしょう。アタローさん残り15秒です。アタローさん5、4、3、2、1スタート。次 CRC ラムさん3、2、1スタート。次 SMD さんもすぐ始まります。5、4、3、2、1スタート。次ひよこさんが残り10秒ほどで始まります。とりあえずスタートの方に注力したいと思います。ひよこさん5、4、3、2、1スタート。続けて SQR さんが残り15秒弱。SQR さん5、4、3、2、1スタート。メソさん残り10秒。メソさん5、4、3、2、1スタート。37さんが残り20秒弱といったところでございます。いやーやはり長いいやー本当に自己ベランキングでいうとダントツですからね。始まります。5、4、3、2、1スタート。さあこれで全員スタートになりました。100に入ったのがアタローさん、トラダンさんはもうすでに200に突入しています。シアルジラムさんも100にいますね。失礼しました。SMD さんも100に突入。トップと、37さん、しんがりの差が、大体いくつですか。220ぐらい。さあここからどんどん詰めていくわけでありますが、やはり上手くなってくるとどんどん、前半は高く高く積むというスタイルになってきます。やはりこの最初の落とす時間っていうのは大事になってくるので、必然的に高く積むということになります。SQR さん115、もうすぐ、メソさんが100突入。さあどうでしょうか。ちょっと地形が乱れているのがトラタンさん。さあレベルストップが少しあるが、ここで300、ここからは速くなっていくので早めに解決しておきたいところでございますが、ここでアタローさん200に突入。さあここで次 SMD さんも200突入。CRC ラムさんは先にもう200入ってましたね。失礼しました。さあ次に200に入るのはどうやらひよこさんですね。その次に入るのは今ひよこさんが200、次 SQR さんが入っていきそうだ。 SQR さん200 2分7。いやー早いですね。次は、メソさんも、今ここで200にもうすぐ入りましたね。あ、さあどちらも2分7で入りました。300にもうすぐ入りなそうなのが CRC ラムさんが2番手ですね。これが、トラタンさん地形をかなり回復して380台。CRC ラムさん300突入しました。さあ次に300入るのはどうやらアタローさんだ。アタローさんが入りました。37さん200に突入しています。
続けて SMG さんも300突入です。さあここで、並んできたのがひよこさんと、SQR さん。ただ SQR さんが少し置きミスがあって穴を開けてしまっている。さあこれでうまく解決して、そして300に突入したいところ。300に突入、先に入っていたのはひよこさん、まだ5ぐらいの坂。さあ37さん高いが、ここで棒を突っ込んで直る。きれいですね。トップの、トラタンさん450、次にいるのが CRC ラムさん、もうすぐ400。さあうまく左に、緑を避けて、レベルストップを先に入るということを狙いました。さあいかがでしょうか。300に入ったのが37さんですね。さあいかがでしょうか。CRC ラムさんちょっと左にトラブルがありますが、まあ、まだ大丈夫といったところでしょうか。さあ盤石な地形でサクサク積んでいるのがメソさん380、これは脅威になってくる。ただ、SQR さんももうすでに400に入っていて、これは隣のアサローさんが抜かれるのも時間の問題かもしれません。もうそうですね、ひよこさんと SQR さん依然として並んでいます。どうでしょうか。やはりスタートがちょっと遅かっただけあって、37さんは、まだ今やっと400に突入という形になります。しかしやはり進むのが早いですね。500に入った、CRC ラムさん、これはモンドミオネ2番手、これは2番手。次に500に入りそうなのはどうやらここで500に入ったのが、SMD さん。次にアタローさんか。アタローさん地形が汚い。これはアタローさんと、はい、アタローさんが先だ。次にひよこさんが入って、SQR さんも入っていった。さあここ並んでますよ。アタローさん、SQR さん、ひよこさん、ここは並んでいます。見物です。そうしている間に SMD さんもかなり追いつかれているんじゃないでしょうか。かなりこの4名近くなっている。37さんが、480、もうすぐ全員と。おっとここで、いやー今青色が縦立っちゃいましたね。いやここで窒息。いや残念ながら窒息となってしまいました。あーレベル見てないや。500台、ありがとうございます。さあいかがでしょうか。600に入った CRC ラムさん、これは、そうですね、さっき固まってる集団に比べると頭一つ抜けている感じがする。ただこれはひよこさんがちょっと前にいるか。いやこれはさ、 SQR さんも近い。ちょっとだけ遅れを取ってたのが、ひよこさん。ここの3名、見物でございます。1番2番も見逃せない。トラタンさんはもう800、失礼しました、700に入ってっていうところですね。さあ700に入ろう。もうダメ。もうレベルが見れてない。さあ CRC ラムさんが今670台ですが、ひよこさんがかなり近づいてきている。666、これはもしかしたら抜かれるかもしれないぞ。さあ頑張っていただきたいです。SQR さんも猛追680、SMD さんと綺麗に並んでいます。37さんもその人たちに引けを取らない、もう40程度の差まで縮まっている。700入っているのが、SQR さん、ラムさんも先に入ってますね。ひよこさん危ない、非常に危ない。これはもうためてしまうしかないか。ここで窒息。684、ひよこさん窒息となってしまいました。今トラタンさん800に突入、下がちょっと底上げのような形になっていますが、まあ問題はないでしょう。この高さだと800に入ってるのは、トラタンさんですね。さあいかがでしょうか。37さんとメソさんが結構並んでいますか。これは並んでますね。8分台プレイヤー2人が並んでいる形です。さあどうでしょうか。
ただそれは、ちょっとまだ、他のプレイヤーに比べるとまだちょっと遅れを取っているという形でしょうか。800に入った、ラムさんとひよこさんがかなり並んでいると思いきや、スキュアールさんがもう先に入っているという構図か。これはエスキュアールさんが抜いた形でしょうか。この3人は相変わらず拮抗してますね。さあ、800に先に入っていたのはメソさんですが、続けてすぐに、37さんが入っていく。トラタンさんは900、これはトップはもう固いか。これはこのまま完走すれば、トップで踊り出ることが、まあ、踊り出てるのかも、まあ、トップで完走することができるということですね。870台、80台でうろちょろしているのがやはりこの3名、SQR さん、SMD さん、CRC ラムさん。さあここは見もの。さあ900に最初に入ったのは SQR さんと SMD さん、かなり並んでいる。ちょっとだけ遅れを取った、CRC ラムさん、20程度の差をつけてメソさんと、37さんが900に入ろうとしています。さあ熱い。ここでレベルストップがあったか。メソさん大丈夫でしょうか。37さんも900に入っています。どちらもかなり並んでますね。8分台プレイヤー2人と、他の、2人と、他の3人と、あとはここで GM をきれいに獲得していったトラタンさん、文句なしの1位です。さあ次に大事になってくるのがこの、まあ、次にいる3人、 CRC ラムさんちょっと遅れている、 SQR さんと SMD さんが近い。これは先に入るのは、先に入ったのは SMD さんだ。さあ続いて SQR さんが入っていきました。次に来るのはこれは、ラムさんですね。ラムさんが、GM。 さあ最後、これで4名決まってますよね。はい、8分台プレイヤー惜しくも届かず。